はい、始まりです。またね、フリートークっていうかビートボックス。まあ、三流ビートボックスやっていきましょう。まあ、ビートボックスとして見れば三流ビートボックス、あれなんだっけ、そりゃないぜ、この桜井は泡に気づいたぜ。シューマイ君すごいな、泡に気づいた。ファミチキか、やばいな。ヒロトさんのアッシーさんがね、アッシーじゃないよ、お笑いの人って本当にすごいね。あの人たちは侍だよ、ギャグとかネタじゃないんだよな、面白い人なんだよな、すごいな。あ、クロマニヨンズの時に浜田さん突っ込まれてんだ。そのヒロトさん面白いな、避けてないんでね、あんまり。いや違う、浜田さんが早すぎるだけだな。ちょ、早すぎるな、浜田さんのツッコミ。シューンってもうなんか強えやつが相手の一部を削り取る技みたいな速度じゃん。すごいな浜田さん。それもクロマニヨンズの T シャツ着てる時だから、まあそこそこ前、ここ十数年なんだろうな。マーシーさん、僕ね、最近僕にとってロックンロールって宗教なんだなと思い始めてるんですよ。ロックンロールに救われたっていう感覚ものすごくあるから、それっていろんなその箇条書きしてたら宗教じゃんってね、てねと言ってるの。宗教を信じますか、それは理由があってます。僕は特定の宗教は信じてない、ものを信じないのに理由なんかないよ、眼中にない、人間はそんなもんじゃねえだろっていう人間に対する信頼感。かっこよ、何それ、かっこよ。いや、皮肉で言ってるじゃなくて、かっこいいすぎだろ、なんだそれ。もう、かっこいいよ、二人。ファンだからな、俺は。スノビズムが漂っててさ、そういう客を集めて、ちょっと交渉ずらし始めるともう終わりだよね。やっぱ中学生の頃に熱狂したあのロック。小学生の時に、銭湯で見かけたあのプロレスのポスターなんだよな。すっごくドキドキしたもんな、って。だから俺は交渉じゃない宗教を目指してますっていう変な知識。スノビズム、スノップである生活態度ってびっくりしちゃうな。知識教養をひきらかす見栄張りの気取り屋。おー、いいね。じゃあクソって意味だな。俺のことじゃねえか。紳士気取りの俗者。知識教養をひきらかす見栄張りの気取り屋。俺のことじゃねえかよ。俺がボケでする時の俺じゃねえかよ。びっくりしたな。ボケの、じゃあ俺はスノビズムなんだな。スノビズムのボケをしてるんだね。スノビズムモノマネしますって言ったらちょっとなんかウケそうだね。まあね、これが素なのかは分かんないんですけど、外に出てる時は俺はこんな感じじゃないんですよ。もっと静かなんですけど、だからってこれは演技してるのかってやってそうでもないんですよ。これは俺の限られた条件の中で発動する素の自分なんですよね。だから条件が揃ってないだけで、外にいる自分もあれも素の自分、素自分っていうか、まあ素って言いづれえな、まあノーマルっていうか、まあ初期状態、初期状態なんですよ。これは初期状態なんだよね。僕がこうやって喋るとも初期状態なんだけど、まあ、条件が整った時の初期状態っていうか、初期条件 B、またはパターン、2パターンあるうちのパターン2か、まあ僕的にはパターン1の方がいいかな。すごい交渉ずらしてんな、スノビズムかよ。スノビズムかよってツッコミいいな。ちょっとメモするわ。スノビズムかよってツッコミ。スノップかよ。スノップかよっていいな、超面白いじゃん。ちょっとスノビズムが漂って、スノビズムスノップ、スノップかよ。ちょっとメモします。あ、メモはなんかこの上のなんかなんとかガラガラ、まあアマドについているボタン押せばいいんでね。まあアマドってなんか iPhone はね、10の場合は上なんで、下からガラガラ来るタイプもある。それはバリアです。バリアのボタン押せばいいんだけどねって表現を怠りすぎ。スノビズムかよ。スノビズムかよの方がいいな。スノブかよ。
スノッブかよ。だな。スノビズムかよ、スノッブかよ。じゃねえか。か。スノビズムって交渉面だよな。交渉してんじゃん。ああ、スノッブ、上位のものを取り入り、下のものを見下す嫌味な人物、俺じゃねえしか。面白かいのスノッブじゃねえかな。つまらないやつを見下すって。いやでも、つまらない人って俺しょうがないもん。でもね、人間みんな面白くなるんですけど、長生きしたらみんな面白くなるんですよ。おばあちゃん、おじいちゃんってみんな面白いじゃないですか。だから、みんなね、60代後半になったらね、やっぱ面白くなる。俺より面白いもん、ババアと思って。だから、面白い。だから、芸人さん、元芸人さんのおじいちゃんって、ネタの宝庫だからね、そんな。ジジイどもはさ、ジジイババアどもになったら、みんな面白くなるんだよ。超面白いの、年がまなさって。うお、面白いなって。で、異次元にね、次元が一個違くなるんだよ。面白くなるんだよ。だからみんなも、俺つまんないなって思ってる人も、まあ、ね、俺、だから、面白いと思ってるやつは、どこまでもつまんなくなる可能性あるんだけど、普通にのほほんとやってる人は多分ジジイババアになったら面白くなるから、俺は多分滑るな、滑り続けるやべえジジイになるな。うんそれは嫌だな。もっと面白いジジイになってほしいなっていうね。喉乾いたな。あー、多いお茶がまずいんだ。喉乾いた時に飲む多いお茶はまずい。行ってきます。どうしようかな。炭酸水作っちゃおうかな。炭酸水作っちゃうんで時間ちょっとかかります。お、あ、金具が見えない。ごめんね、金具サービスできませんでした。今ここに来た。個人情報見なかったか。え、ちょっとなんかさっき、まあ幻聴かもしれないけどピーッと鳴んなかった。まあいいや、鳴ってもし個人情報が流出したら今度からあのチェックしよう今度からですよ。もうめんどくさいね、チェックは。変な音が鳴ってちょっと個人情報流れて嫌だな。確認すんの、まあそんなったらみんなが気づいた後に被害拡大のために消すわ。まあもういいんだよ、それでもめんどくせえから。個人情報なんていつかバレるし、それが早かれ遅かれでも遅い方がいいんだけどな。うん、俺が有名になった方が対処しやすいから。いやそれないだろ、無名だからってさ、おかしいだろそれ。まあいいわ。俺もなんかスノビズムだな。俺もお笑いスノビズムだな。ダメだな。でも、
つまらない人は俺ね、さっき言いそびれたけど、嫌いじゃないんですよ。だってしょうがないもん。だって俺だって見方を変えれば面白くないわけであって、つまらない人間だとは思うんですけど、やっぱりその、なんつうんだろうな、面白くねえのに、そのネット特有のノリで自分が面白いと思ってるやつが俺が嫌いなんですよね。よくいるよね。その陰夢ネタとか使って俺浮いてるって思って、いやお前、ふざけ浮いてねえよ。民族じゃねえかよってね。ね、もうマサイ族に入って、あ、俺マサイ族で人類の中で浮いてるって言ってるのと同じだからなって言って、マサイ族に失礼だよね。そのマサイ族がその浮いてる種族なんじゃないかって言って、種族差別が今行われたかもしれないけど、うるせえ、黙れなあ、めんどくせえんだよね。陰夢族に入ってるわけでしょ。陰夢だから、そのね、俺もあんま好きじゃないけどね、行き過ぎとか言ってる。で、ブレイブさんむちゃくちゃ行き過ぎ言ってるけどね、まああれはあれでいいですけど、全然ね、あれ、あそこまでやってくるんだったらね、あそこまでやるんだったらもう逆にいいよ、これは。うん。あの領域まで来たらちょっとやばい。あそこまでやられたらちょっと陰夢中の中でもかっ、あの陰夢中を一個飛び越えた陰夢中だからグッドだよ。上からだね。ごめんね。まあ上からだろうがね。まあいいよ。うん。グッド。だっていいもん。あそこまでさ、こういう、ああいうの好きだったから、あそこまですげえコメントしてくれて、あの、自分の時間、何かを成し遂げられるかもしれない、異様に使われたかもしれない、大切な大切な時間を、俺にもう何十分と何時間として費やしてくれるブレイブさんにとっては、あれはソグンジュスコラのイメージじゃない。まあ、インターネットミームでなんか、面白いだろうみたいな言ってるやつは気持ち悪いな。うん。その面白かったり、あの、最近で言うと、支離滅裂な発言とか、ポプテピビックとか、ポプテピビック自体は面白いと思うけど、それをアイコンにしてるやつとか気持ち悪いことごとし。だから俺ポプテピビックのアイコンしてるやつは全ブロックしてますから。すごい過激だな。うん。いや、絶対面白くないぞ、そいつ。うん。大川ブクブさんもなんかブロックされちゃったけどな。うん。ね、本当に面白いやついるんだよ。ポプテピビックを面白くした人たちはいるんだけど、そいつらに紛れてつまんないやつがいるのが嫌いなだけなんですよ。それに何かに乗っかって自分も面白い、その、になろうとしてるやつを鍛錬なしになんか面白い、鍛錬修行研究なしに面白いことになろうとしてるやつが嫌いで。うん。野獣先輩のアイコンとか、誰かの流用、誰かのアイディアの流用とかな。僕は脳みそがね、使えませんっていうかね、脳の回転ゼロ回転ですっていうね。まあ、脳みそ、脳みそ無回転シュートとかも最初考えてしょ、面白いなって思うのに、2回目からはちょっと、戦うのふざけないですね。あとあれ、俺が大嫌いなのは、巻き込みをなんか言ってくるやつも嫌いだし、ツイッターで、あとなんだ、画像保存しましたの竜もね、あれもまあそこそこ嫌いだけど、ドラゴンボールのシェンロンだから許すってところあるけど、それに来る次のポプテビビックな、あれを画像ツイートリプライしてるやつ、本当に俺はもう、マジで今度から、今この話して、怒りがふつふつもう降ってんよ、こうやって、あーってね、もう。でゥルゥルゥルってもうロッキーになっちゃったね。なんでロッキーになっちゃったよって。それもう、そいつらバカにしてるのに俺もロッキーになったよって、ボケでちょっと格が下がって俺の。うん、すごい。そいつらと同等になって景色、同じ景色になっちゃったよ。おい、ちょっと待ってくれよ。まあね、ちょっと待ってるよ。みんな待ってるよね。うん、俺が待てないだけでした。わ、そうそうそう。まあね、そういうのは嫌いですので、これからね、ポプテピビック、でもね、たまに面白いなんですよ。みんな同じのばっかりやって、最近見つけたポプテピビックの、あれはやるトカゲっていうので、その次にあれは私たち、これ以上は無限ループになるって、三つ目のあの流れは新しい流れだったんで、グッと。まあ、それが初めての流れはないだろうけど、僕の目には初めてに見えたんで、僕の中ではそれが初めてたんで、グッと。うん。上からだけど、いいだろ。上からじゃないでしょ。グッと。いいよね、君たちって。部下にしてやってもいいよってなんか上から見せるんだろ、うん、なんだそれな。弱いやつの最後の遺言じゃん。主人公に負ける時の悪者のシーザーも、なんであそこまでは、シーザーもなんかすごい最後まで、お前の、俺の部下にしてやってもいいぞって最後言ったら、もなんかありきたりすぎるけど、まあそれくらいシーザーはプライドが高いってことを、まあ言いたかったんだろうね。最後の最後までプライドを貫くんですよ、シーザーは。それっていう意味を持ったら確かになって。ね。だからシーザーはすごいんだろうね。うん。そう、神木さんがワンピースの最終回はもう電子機器をもう全部金庫に入れるって言ってて、あ、確かにワンピースの最終回は俺も入れなきゃなって思った。見ない。ちょっと。
もう断食する、俺はネット断食する、ネットをねもう裁断する、ネットを分断する、ネット分断する。確かにワンピース最終回はね、確かにあのよくわかんない英語とかの早バレ見て、って絵は分かってんの文字分かんないのうやむやはクソすぎるもんな。さすがに俺最終回はね、ワンピースの電子版と本を買おう。うん、最終回が、本は多分どこも売り切れだろうね。うん、何でも鑑定団に行かなきゃっていうね。ローカルバレちゃった。まあいいか、何でも鑑定団に行って、何でも鑑定団だ、でも何でも鑑定団も人気だからな。なんかどこかの本屋さんと仲良くなんだっけな。ローカルバレた、千葉バレた。まあいいや、うん、だって俺もうね、ザ・千葉県民みたいな、ね、感じだろ。うん、まあさ、もうやばい、何でも鑑定団ってあんまないんだよ。でこれ何でも鑑定団が千葉、まあいいや、これ以上千葉のことを言うのやめよう。まあいいや、千葉出身だっていいだろ、どうでもいいし。なんか個人情報に怯えんのも分かんねえんだよな。俺は何も悪いことしてないのにね、特定されるなんか筋合いがねえし、すごい開き直ってるけどね。いやでも何でも鑑定団か。まあでもなんか仲良くなれば木曜日にジャンプって変えるらしいんだよ。まあ誰か自慢げに言ってた、ツイッターのクソ野郎がツイッターかどっかのクソ野郎が、仲良く店主と仲良くなったら木曜日に入荷するらしい。本屋はどっか遠い本屋とか中途半端に遠いところって、なんか工場がないけど先に発送しなきゃみたいなところは木曜日なんだろうね、関係で。まあそれ昔の話かもしれないけどね。お尻かゆ、ということでね、ちょっと今日はこれくらいにしとこうかな。4時喋ることなくなっちゃった。じゃあね、今日はこれくらいにしとくって言ってまた座って始めます。